新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。皆さんを学校法人北里研究所北里大学の仲間として迎えることができ大変嬉しく思います。ご家族の皆様もお子様の入学を迎え喜びをひとしおと思います。教職員を代表してお祝い申し上げます。入学式が中止となり、このような形でお祝いの言葉を述べることは大変残念ですが、新型コロナウイルス感染防止のためご理解ください。新入生の皆さん、北里研究所や北里大学の遠隔については入学に学ぶことになりますが、本日は見学の精神を知ってください。見学の精神は開拓、訪問、英知と実践、不動不屈です。在学中にこれらの精神を身につけてください。皆さんが大学や専修学校で学ぶにあたって私からお願いしたいことが2つあります。まず1つ目ですが、大学や学校では自分で学ぶ習慣を身につけてください。皆さんご存知のように、現在第4次産業革命が進行中で、社会は急速に変わっていきます。社会が急速に変化するとき、大学や学校で学んだ知識はすぐに古くなります。社会に出てからも学び続けなければ社会で活躍することはできません。そこで大学や学校では自分で学ぶ習慣を身につけてください。次に皆さんにお願いしたいことは、相手の立場になって考える習慣を身につけることです。新学期の最初に隣に座っている人は話をしたことがないし、名前を知らない人かもしれません。でもその人には家族がいて、友人がいて、皆さんと同じような人生を歩んできて今この場にいます。そのように考えることができれば、おのずと相手に対する尊敬の念を持つことができ、相手の立場になって考えること、そして相手を思いやる心を持つことができます。そうすれば良い人間関係を築くことができます。社会にはさまざまな背景を持った人がいます。いろいろな人の背景を理解できるようになってください。今新型コロナウイルスがパンデミックとなり、世界経済への影響も懸念されています。感染症は昔から人類にとって大きな脅威です。特にペストは古代ギリシャ時代やルネサンス時代に人口を半減させるほどの猛威を振るいました。1894年6月12日学祖の北里柴三郎先生は、当時ペストが猛威を振るっていた香港へ行き、7月7日にはペスト菌の発見を報告しています。ほぼ同時期にパスル研究のイェルさんもペスト菌を発見しました。2人の発見がその後の治療法の開発に大きく貢献しています。北里柴三郎先生は開拓、不動不屈、英知と実践の精神で未知の病原菌を発見し治療法を見つけました。入学生の皆さんには、将来医療機関で働く方や医薬品の研究開発を重視する方も大勢いると思います。北里柴三郎先生を見習ってぜひ頑張ってください。最後になりますが、私自身の人生を振り返っても、学生時代は最も楽しい時期でした。学生ですから勉強するのは当然ですが、クラブ活動や旅行などさまざまなことを経験して視野を広げ、良い友人を作り、良い社会人となる基礎を作ってください。新型コロナウイルスの影響でしばらくはいろいろな活動が自由にできないかもしれませんが、収束後は大いに学生生活を楽しんでください。皆さんが楽しく充実した学生生活を送ることを願いまして、私のお祝いの言葉といたします。本日はご入学誠におめでとうございます。北里大学学長伊藤智雄、